松並さんの下で、まあ、監督と選手っていうのは高校1年以来ですか？そうですね。その前はあれですからね、ファンと選手ですからね僕は写真撮ってくださいってよく言いに行ってた選手でしたから、すごいなんか関係性としては3パターンできてるというか、ファンと選手から、まあ、ユース時代の監督と選手、まあ、松並さんが監督になるっていうことを聞いたときに、その、まあ、3パターン目やなと、3パターン目というか、はい、3個目のパターンやなみたいな感じでは思いましたけどね、正直。契約の話であったり、金額的な話とか、給料面での話とかも正直してましたね。そこで5年なくてよかったと正直思いました、ね。